あれなんすか、超えちゃった。あー、これ、うんうん、はい、なになに、なんですか今回の企画。以心伝心アイテム合わせゲーム。いや、もう嫌だってそれ。わかりました、イエーイ。心伝心系か。今回皆様お三方にはですね、うん、意思疎通を図っていただき、意思疎通、ちょっとお互いの心を読みながら、ほら、アイテムを喋れよ。心読まないとダメだよこれ。心を研ぎ澄ましてますから。研ぎ澄ましてんの。いやいやいや、いらないいらない、心閉ざしてたんだよ俺は。そうかそうか、閉ざすなって。今回はとある場所にスポーンをしまして、うん、その周りでアイテムを収集していただく。はいはいはい。で、3分間アイテム集めタイムがありますので、その3分以内に1つこれだと思うアイテムを持ってきてください。いや、もうそんな余裕ですよ、すぐですよ、すぐ。ここがまあアイテム集め場所だとすれば、まあアカシアの木がありますし、はい、まあ石砂利、まあちょっとここに石炭が見えてたりとか、そうね、まあ草土とかいろいろあると思うんですね、はい、なのでこのスポーンしたところのまあ周りで、いや、みんなこれ持ってくるやろってものを1つ選んでいただきます。おお、はいはい、うん、そのアイテムが見事3人被るまで終われないという鬼畜になった。なぬ、頼むよ、2人企画になっておりますので、2人頼むよ、本当に。いやいや、こっちの背負だ。お互いの意思を読みながらアイテム集めをしていただくという形になります。わかりました。問があります。はい、はい、大原くん、2人を脅迫してアイテムに誘導することは可能でしょうか。ダメです。脅迫っていう文言いらないから、まあ意思疎通ですので、まあ通話はもちろんお互いの声聞こえなくなるんですが、あ、聞こえないんだね。ああ、お互いの姿も透明になり見えなくなります。マジか、なるほど。なのでか、まあ、誰かが木を切ってるとか、あ、誰か地下行ってるっていうのはまあほぼわからない状態ですね。まあ掘ってる穴を見つければ、あれもしかして誰か地下行ってるのかっていう推察はできますけれども、はい、姿見えなくなってしまいますので、はい、進捗とは、あいつ今、そして進捗も今回出ません。なんで全部やすんだよ、なんでだよ。そういうゲーム、そういうゲーム、そういうゲームですので、ただまあ回を重ねていくと絶対ここはこれだろうっていうのがまあなんとなくわかるかもしれませんので、そこをちょっとね少しずつお互いの心を読み取りながら、ぜひクリアを目指していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。 OK です、 OK です。飛ばしてくれ俺を、メサとかに。あ、こっから飛ぶのか、また新たな世界に。そうですね。うわ、それでは皆様、第一ステージへ転送いたしますので、はい、通話を遮断いたします。それでは3分間アイテム集め、用意スタート。透明なんの、君ら、この人は透明なんの、この。ほら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 、通話聞こえてねえからよ。ああ、消えた消えた、逃げろ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 、消えちゃったよ、消えちゃった。でもなんか誰か走ってる方角はわかるけど、追うことできないな。今回は、これ平原でしょ。ちょっと一回普通にツール作る、 RTA 方式で一回ちょっとツール作らせていただいて、これさ、あれでしょ、土とか言ったらさ、ちょっとキヨキヨ美学に反するから、バン、あー、ちょっとやっぱりみんなで合わせに行くの大事だと思うんだよね。草原と言ったら、平原と言ったら、皆さん何ですかって話。ちょ、3分っつった、あれ3分こんなことしてる暇なくね。ちょ待って、やばい、 RTA 方式意味ない今回。あれちょっと待って、一回やばい、時間ねえから戻ろう。やばい、もうちょっと時間ねえ時間ねえ。なんかあれか、ちょっと難易度簡単、残り30秒、嘘でしょ、え、嘘でしょ、残り30秒、え、嘘でしょ、やばい、土、やばい、土になっちゃう、土になっちゃう、やばい、土になっちゃうよ、今のところ、今のところ土になっちゃう、やばいやばいやばい、ね、鶏飼っとく、鶏飼っとく、どうでしょう、どうしよう。平原だからそんなに難しいやつ持ってかなくていいんじゃない、襲撃者の砦であるやん、間に合うかな、一応行ってみるか。あー、残り30秒はちょっと厳しいんじゃない、いやでもどうだ、ギリ入り口をパッと見つけられればあるか、チェック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 、あー、あこれね、これはね、やっぱり借金生活を思い出してほしい。こんな、やっぱ、じゃないですか？あっちにサバンナとか見えるけどね。壊れたネザーゲイに行くバカは多分いないと思うんだよな。3分長いでしょ？一応礼儀としてあげとこう。残り30秒。いや、まあ、え、これ終わるんじゃない？ギリセーフ！はい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 。なるほどです、ね、アイテム収集終了。なるほどね、結構短いなこれ。もう一発目からいけんじゃないの。じゃあお一人ずつ発表をお願いしたいんですが、はい、はいはいはい、じゃあまあ今回、まあ、じゃあ左から大原さんからいきましょう、ね、左大原から、はいはいはい、じゃあ持ってきたアイテムを、もう平原といえば、平原といえば、はいはいはい、お願いいたします。
私大原弁持ってまいりましたのはこちら。どこがやねん。いつの方でございます。なるほど、一体しかいねえだろこいつ。おいおい、えだってあったんだ。1体しかいねえ よ、 これ自慢大会じゃねえんだよ。あったでも大原さんがこれ持ってくるかもっていう冊子がついてる人がいるかもしれないですね。いやいや、まあそうそうそう、維新伝心、そっちから合わせてこいよそれはもうではキョキョさんお願いいたします。俺が持ってきたもの、それは羽です。第1回戦チャレンジ失敗俺もやらせる俺も、うん、タイトル何持ってきた。みんなの温度感わかるから、ね、いや俺キョキョさんいるか王道だと思うけどね。王道のこちらです。うわ、それはちょっと美学に反するわ。それはなんだよ美学って、うん、ちなみに、うん、第2候補はクロスボウで、うん、第3候補はタネか。1位2位が強すぎるんじゃん。絶対かぶんないからそれ、ね、ということで、まあ、第1チャレンジは失敗と。なるほどね。一番簡単だってこのバイオム絶対。まあ確かにな、時間少ないからね。確かに、そっか了解。でもみんなの温度感は分かってきたよ、うん、なんとなく、うん、温度感大事。では第2回戦いきたいと思います。よし、お願いします。通話を遮断いたします。あ、はい、続いてのステージこちらになります。なんだ、さあ、おお、うわー、すごい、え、よう、ムラクスタート。あー、消えちゃった消えちゃった消えちゃった。え、なに、村あるからさ、村のものなんじゃないのこれ。砂はやっぱ俺の美学に反するでしょ。だからサボテンワンチャンありの、いや大原トリッキーよ。大原絶対これ取ってくるやん。これ取れんのこれ。てか大原麺を潰しに行こう。みんな大原麺は多分トリッキーなものしか持ってこない、うん、だから俺は、いや待てよ、大原麺読みの、いやサボテンが多分王道なんだけど、大原麺これメサ行くんじゃね。これメサギリ行くんじゃね。テラコッタもありそうだけどね。あ、残り30分、やっぱ早えよな。あー、やっぱ王道なんじゃないかなこれは。ちょっと周り見てみるか、なんかおもろいなりゃいいけどね。砂漠といえばだからな。ピラミッドとかあればいいけど、ちょっと見ねえんだよな。それだったらまあ無難なもん持ってね。まあ変なもんは持ってこないでしょ。やべ、残り30秒だ。なんか変なもん持ってかなきゃ、変なもん持ってかなきゃ。大原が攻めると思うんだよね。大原が攻めるから、あえてあのメサの廃校に行っちゃうっていう世界線あるよな。廃校ないかな、廃校ないパターンかな。うわ、ないパターンだな。ピラミッド探す、砂漠だし。いや、なんか見つかんなって使った時用に砂、これはね持ってるだけでも、いや無理だって30秒じゃ。あ、ピラミッドだ、ピラミッド、あー早く行かせてくれ。はい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 、もうこれはもうちょっと維新伝心できてんじゃない。もうすでにできてる気がするな。すでにできてるよ。大原めチラチラしてるね、チラチラしてる、ね、あれ、あ、では、あれ、じゃあ今回はタイタイさんから。はいはい、タイタイ頼む。まあ、俺はこのバイオムといえばっていうものを持ってきました。うん、はい、まあ、こちらです。はい、おお、いや美学に反すんな。なんなのその美学って。砂ということで。では、あー、ノースマー、じゃあ、ちょっとお願いいたします。キヨキヨさんが持ってきたもの、それはサボテンです。サボテンだろうが、サボテンだろうが、砂漠と言ったら。ということで第2回戦チャレンジ失敗。おー、毎回そのさ、俺でさ、3人すんのやめて。3人目行こう。じゃあ終わるさんの3人目、うん、確かに気になるよ、温度感。おい、ふざけんな、マジで。おい、イカスミ、いや、イカスミ、この消しちまえ、サボテンで。1回戦、2回戦、ともに大原面、バイオも関係ないからね。えじゃないの。えいや、今気づいた。え、イカスミって砂漠だけのものじゃないの。初心者は帰れ。それでは、じゃあ、第3回戦、参りたいと思います。いや、やばい、もうバイオム残ってないんじゃないもん。絶対終わんない。通話を遮断いたします。絶対終わんないよ、これ。いや、無理だって、これ。それでは、第3回戦のステージ、こちらになります。アイテム採集、用意、スタート。メサといえば廃校。多分みんなが廃校を探すと思うんだよね。メサといえば金っていう自分もいるんだけど、金集めるの大変だから、多分砂漠かな。あ、砂漠じゃない、廃校かな。おい、廃校チャレンジ失敗だぞ。赤砂取ってたらダメなんだよね。
自分的に。これで棒かな、これで出てくる棒かな。これはね結構ありかな、棒は全然あり。廃校で名札とかエンチャキンリンゴとか欲しかったけどな。これダメか、あーないですわ。いやまあ大原そろそろ丸くなってくんじゃないかな。棒か赤砂で迷うな。メサなのはいいんだけど、あれなんだよな、ツールねんだよな。誰もツール作れずにこれキー持ってくるあるか、もしかして。これ棒エンドあるぞ。なんかちょっとやる気見せて赤砂はありそうだな。キーはないね、最高もないね。赤砂でいいか。そしたら火があるとこまで行って作るとはちょっと思えないんだよな、あの二人が。イケてたいて休憩は絶対行かない。つまり棒か赤砂なんだけど、あーでもこっち側行けば木取れたのか。だとしたらテラコッタありえるなちょっと待ったまずいぞ。俺一周ぐるって回ったから時間めちゃくちゃかかったけど、最短できてたら割とテラコッタ採取が余裕なブルーに入ってくる。これどうします、これ時間あんまないし、その上であんま取れないよね。あの素手でこれテラコッタ取れんのこれ。一回チャレンジしてみ、俺見ていい、俺やったことないけど一回取れんのこれ。うわ壊れるから絶対無理やんこれ、やばい。えワンチャン棒になる可能性ない、鉱脈とか言って。鉱脈じゃないわ、あのさ洞窟のさ、あの廃校とか行くんじゃない、みんな手で取れないから棒になる可能性あるけど、でも棒はちょっとあれ、ちょっと俺ね反省だよな。タイタイに美学がどうのこうのって言っちゃったから、タイタイがちょっと萎縮しちゃって難しいアイテム取ってきちゃう可能性あんだよ。そういやだからちょっとね、あーなるほどね、あやべ、あ終わった、あ待って、いやうわこれ美学、これはあーこれなくなっちゃうか。ということで、はいはいはい、今回から額縁にちょっと貼っていただこうと思うんですが、一斉のせ今回、はい、地面が石ですので結構チャンス問題だったかなと。ちょっと取れるブロックが限られてくると思いますので、まあ、ちょっとボーナスバイオームだったかもしれませんが、なるほど、ね、じゃあまあ、はいはいはい、今度キョキョさんからいきましょうか。いや俺ですか、わかりました、解禁していくスタイル。私はですね、はい、もう以心伝心です。大原を読みました、はい、大原読みの UGC オンラインほらどうだ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 、はっはーみんなどうだどうだどうだ。じゃあ田村さん飛ばして平さんいきましょうか。あ、はい、じゃあ私は大原読みの、おー来た、大原読みの来たよ、こちらです、棒棒ということでチャレンジ失敗。むずすぎるってこれ、むずすぎるってやめよう、もう今ならまだ間に合う。ではじゃあ大原読みということです。大原読み、俺が読んでるはずだ、はい、いや誰にも俺は理解されないんだなと思ったので、うわーこれは確かにあり。 え大原ちなみにそれって見つけた、作った、見つけた、あ見つけたのか。いや俺も探してたのよ廃校。いや俺もトークで言ってたわ、確かに。いやいや俺ねなんか洞窟の中入っちゃってね、うん、もう上上がれなくなっちゃってあもうじゃあ大原読みじゃないじゃん。いやいやじゃあ大原読みだわ、言うてるし。いや違う違う違う、読めてないよ、違う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 、とりあえず大原読みって言っとけみたいな、そのミスを回するのよ確かに確かに。おい行きますか、次行ってくれ、次行ってくれ。失敗ということで、まあ、ちょっとクリアが遠いところでこんなこと言うのもあれなんですが、うん、あの今回まあボーナスステージだったわけですよ。アイテム限られてますので、はい、うん、あの次回からツールが配られますので、ね、選択肢広がってしまいますので、いやもう難しくなるやん。簡単になっていくの。一応僕の予想だとここでちょっと惜しいってなる予定でしたんでまだ一つも被ってないからね俺たち。いや確かに、おすごい、なんすかこの素晴らしいシステム。あ、いやじゃあ次行きましょう。オッケーオッケー、続いてのワールドこちらになります。用意スタート。ピラミッドやん。いやちょっと待って、ピラミッド、ピラミッドってことだよね、これみんなピラミッドいない、多分ね、いそうだよねこれあーおい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 、待って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 、助けて、あれあおい誰かに押されたぞ。そして今俺生身だよ、生身。ちょっとウサギの肉やってこう、やばい、もう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 、あれウサギの、あれウサギってこれ、オッケーオッケー、あこれ来たね、生のウサギ肉来たねこれ。あ俺透明になってるわ、あれ誰か下落ちてんな、誰か下落ちてんなこれ、ちょっとちょっと
って意地悪してみよう。逃げろ。やばい、バレた。あ、でもこれさ、斧を持ったことによって、おっしゃ、食らいやがれ。いやでも、いや人、落ちたかな。うおちゃんと落ちた、まあ無難に船が下がんなんだけどな。まあそろそろ真面目にやるか。みんな、いやみんな TNT でしょこれ、さすがに。てめえこの野郎、てめえこの野郎、せっかく残しといたのによ。もう絶対 TNT じゃないじゃん。あいつ。こっから合わせるんでしょ。砂漠でしょ。はい。こら。誰でやめてんの。でしょ。これじゃないかな。俺ずっとピラミッドいたわ今日。本日。はい、誰で押したやつ、マジで、おい、もう死んだんだけど俺。え、もう死んだんだ俺、爆発に巻き込まれて俺。足滑らしたんじゃないの。いやバシッと落としたよ。 え救急さんじゃないのあれ。いや違う、俺が落ちたの。誰かがバシッと俺落としたの。あれは救急さんが選択肢を減らすファインプレイですって。あれはあ、そっかそっか、しかのお宝を選択肢入れないってファインプレイですよね。いやそれやんなきゃ。そういうことですよ、そういうことですよ。みんな同じのやつ、うるさいな。では正解発表いきたいと思いますけれども。OK、 じゃあちょっと1個にするよ、1個に。いいよ。インベントリー、じゃあ1個にしていい。インベントリー1個、みんな絶対1個最初決めただろう。今回はじゃあ大原さんからお願いいたします。はい、来てよ。持ってきたアイテムはこちらです。な、サガン。いやいやそのベータな、すごいオーソドックスなやつ来るじゃんここで。おい、どうしまったんだよ大原め。サガン、どうしたんだよ大原これ。いや揃えるゲームですからね。いやそっか、うん、だって普通にゲーム性考えたら普通のマジで過去の自分に言ってくる同じこと。ではじゃあどうしちゃったんだ。え、何持ってきたの。救急さんお願いいたします。私、いやでもこれならではですよ。ならでは、いきます。はい、ウサギの肉、チャレンジ失敗。ちょっと待って、そう軽い感じで言うのやめて毎回。音圧がない、音圧が。待ってたじゃん、言うの待ってたし、音圧ないし。タデさんはちなみに、いやこれあるだろ。俺は、俺こちら、え、え、違うんですよこれ。模様入りの砂岩です俺は。うわー、クリーパーの顔入ってる。あー、そっちか。まあ、ピラミッドならではですかね。そう、なるほどね。うわー、わかりました、なるほどね。まあ、ここに来てやっとちょっと見た目惜しい感じになってきましたね。見た目惜しいの来たね。いいね、一人生肉はいるけど。いやいや、あるかなと思った。おい、コアさん飛ばしてくれ。続いて参りたいと思います。はいはい、続いてのお題こちらです。用意スタート。シンプルに、いやこれは多いぞ、取るべきものが。ハンモした洞窟か。一応ドリップリーフは取っといて、深い場所だからな。あ、これでやん。いやこれも3つあるかな。どうだろうな、集まればこれでいいんじゃないっていう。お互い、タイタイだなこれ多分。グローベリーもありえるのか。これはドリップリーフ結構は一番無難でありそうだけど。あー、いっか、まあ真面目にやりますか。いやこれはグローベリーかな。これウーパールーパーじゃないかな。これウーパールーパーだと思うな、みんな。鉄をとりあえず集めて焼く。いやトリップリーフかな。いや待って、これむずいって、シンプルにむずい。残り30秒。いやこれあえてじゃないか。うわー、すっげえなこれ。
いやこれすごいね。いやこれ粘土みたいな感じかドリップリーフかって感じだよね。いやこれ俺ガチで当てに行くとドリップリーフか、このツツジ、これ開花したツツジ。いやややこしい、開花とツツジでこれややこしいから、多分みんなの予想します。どっちかこれはずれちゃうよねと。なのでドリップリーフで行こうっていうことになると思います僕は。なのでうわ大きなドリップリーフ、いやちょっと待ってこれやめて、大きなとかあんの、何その大きなシリーズ、これちょっとね大きなドリ、痛い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 、大きい痛い、誰か今殴ったの俺のこと、あくそ痛い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 、隠れろ隠れろ、くそやべやべえやつおる、やべえやつおる、俺のこと殴ったやつおるよ、ウーパールーパーとかさすがに取ってこないよね。うん、だからいきます、競技選手は、はい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 、これはね結構みんなの心読んだよ今回。俺も割とリアルガチで、俺も割と読んだ、まあ、結構読んだ、ツールとかいろいろ考えて、おう、うん、なるほど、自信ありげということで、ちょっと怖いな、ツールとか考えるのやめてほしいけど、さっきなんか透明なモブに襲われたんだよ。いや俺だよ多分そう、俺誰ちが宣戦布告されたらまた俺知らない透明なモブしっかりスペクテーターカメラに映ってましたんで、あ、そこそこそこじゃあちょっとよろしくお願いします。犯人探ししましょうね、あと半分だからね、HP 俺今。我こそは1番という方いらっしゃいますか。まあタイタイでしょう。じゃあ俺が行くか、じゃあこれはお願いいたします。タイタイ、じゃあ私が選んだのはこちら、決めてくれ、頼むぞ、てれー、いやこれはちょっとあれだわ、謝罪だわタイタイ。いやいや、あーちょっといいですか、なんすか、もっとこのツッコミ技術をもうちょっと磨いてくれ、頼む。なんか微妙な感じになるのすごく嫌だよ。ただの暴言だったってね俺ね、素でええでしたからね今。ああそういうことやね。いやいやいや、じゃあやめてください、私が仲裁に入ります。いやこれはね俺もうちょっと結構自信ありました。何球技を、大きなドリップリーフ、おー、うん、これツツジじゃなかったんすよ、開花したツツジとさ、ツツジがさ、はい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 、ややこしいかなと思って、今回ちょっとドリップリーフにしたっていうね背景がありました。では大原さん、大きなドリップリーフ、おーっとここで、あー、いや言っとくけど、うん、俺も迷ってた。いや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 、お前迷ってんじゃねえかよ。あーマジか、俺はどっちでもいい、知らなかった、知らなかった、同じだぞ、選択肢同じだった、俺と知らなかった、ダイヤということで惜しかったですがチャレンジ失敗と。いやーでもね若干近づいてきてるよ、ちょっと見えたかもしれないですね今回、割と選択肢良かったよね多分ね、しかもダイヤ取るのすごいね、2人鉱石もあれば普通にブロックもありますし、いや確かにね、ウーパールーパーもいたしね、ある中での、いやこれはすごい、これは意外とそのクリアでいいんじゃないですか、イノピカさん。これは、まあ、あのもしこのまま3時間とかかかっちゃった場合、このシーンを最後に持っていくんで、はい、いや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 、それでも無理よもう。そんなことするの無理じゃないじゃんそれ、なんでだよ。それでは続いてのワールドこちらになります。どこ出てこい、なんだ、うわネザーだ、うわネザーか、スタート、ネザーね、ネザーか、要塞とかあるかな、ほんとにほんとによくないねこれ、要塞探ししよう、まあネザーコーツ、まあ合わせに行こう、まずネザーコーツをとりあえずやって、そっから、あ待って、キノコもありだな、まあでもダークオークでもありだもんな、キノコに関しては。まあスタート地点がネザーのこのなんていうの、大地だったから、これはクォーツとかが硬い気するけどな、ネザーコーツか金塊かの二択だな俺的には。死ぬ気で当てに行くんだったら、いやまあどうなんだろう、ネザーラック、ネザークォーツ、金塊あたりがまあいい勝負になるんじゃないかなと思うけどね。ネザーか、おっしゃ1キル、目標1キルまで持っていくことなんだけどな、まあとかじゃないかな、無難なあたりで、やばこれ、うわどうしよう、ちょっとネザーラックはちょっと美学に反するやん、みんな多分みんなそうだと思うのよ、金かクォーツだよな、いや金かクォーツなんだが、
え、ネザークォーツ、うわあれもあるな、このグロストン。いやこれネザークォーツな気すんだ。いや、キノコ、いやあるね、キノコの可能性も全然あるよ。うわー、でもどうでしょうね、これなんか金はちょっと、いや、クォーツダメ？金かな、うわ、金かクォーツどっちかだね。うわー迷う、キノコではない、間違いなくキノコではない。いや、これ金かクォーツっしょ、さすがに、さすがに金かクォーツだね。俺はいきます。はい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 、どうなっちゃってんのって感じ。ギャルはい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 、頼むよみんな、頼むよ。いや、もうこれは分かりやすいんじゃないか、はい、よし、真面目です、これは大真面目です。じゃあタイヤさんから。オッケー、行ってくれ。もう俺やだよ、また行きますよ。はい、俺が選んだのはこちらです。ネザーコーツ。ほー、ネザーコーツ、うん、これめっちゃいいんじゃないかなと思って。たくさんありますね。はー、ではキョキョさん、じゃあ僕行きますか。ネザーコーツ、おー、おー、来たぞ、来たぞ、リーチです。これはすごい、これ勝ったぞ。これ解体金塊行くかと思った。俺金塊と二択だった。二択で人に合わせるタイプだからクォーツだよね、あなたは。そうですそうなんだよね。そうですよ。いやー、そうなんだよ。伝心してる。一人あれちょっとあれちょっとあれですけれども、あれちょっといなくなった上でいないんだけど、盛り上がってたからこっちで戻ってきていただいて、ちょっと戻ってきて、その上でいないんだけど、あ、いたいや、これ確定演出なんじゃない。いや違う、これはどっちって思わせる演出なんじゃないの。はい、いや、あの途中、うん、ツール持ったやつに俺騙された。どうしたんだ。いや関係。あのつい1キル取れると思っちゃった。やめろよ。おかげで途中で見失っちゃったっていうのが今回の。いやいや、やめてくれ。何？何やの？で、タイタイやん多分。で、何でしたの？終わらのチョイスはこちら。レザーコーツでーす。やったー！やーマジかよ。ナイス。わあ、ナイス。ナイス。試合終了。ナイス。おい、キルマスター、見てくれ、おい、見てくれ、おい、なんとか言えよ。お見事、なんと5回でクリアということで、やったー、ザクム勝利。意外とサクッといった。簡単だったな、全然。さっきのなんだよ、大原直下ぶり、うん、そうだよ。いや、なんかそのまま言ったら悔しいな。何のプレートだよ。え、ちなむと、うんうん、この辺で掘ってた人誰。はい、あ、タイ、いや、あとちょっとだと思ったんだけど、俺マジで、いや、殺そうとすんなよ、マジで。斧で結構削られて、焦って、手持ちのツールをなくして、隠れて、ガチ？そう、隠れて逃げた、俺。ガチかよ。やられると思った、本当に。繰り広げられてた。危ないわ、ダメです。今後、斧は撤廃です、今後。なんと、見事、一応今回全12ステージ用意しておりまして、話しすぎだよ俺らのこと。何周でもしてでもクリアまでっていう企画でしたけど、なんともう一周もすることなくクリアということで、ちょっと帰宅部の西と通力をちょっと侮っておりましたということで。おいおいおい、じゃあでもこれはもう第2回ゲスト交えてもらっても全然いいよ。いや、難しいメンバーとか来てもらってもいいよ。で、今回はもう見事スムーズにクリアということでございましたけども、ぜひ、ね、まあ、皆さんもこうバイオームごとのアイテム合わせゲーム、お友達と遊んでみてはやってみてください。ということで、いい、ね、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。